回のタイトルは、リップル CEO、カリフォルニア州の裁判所判決に関する誤解を招く見出しについて言及です。ぜひ最後までお付き合いください。リップルの CEO であるブラッド・ガーリングハウス氏によると、一部の暗号通貨メディアはカリフォルニア州の裁判所の判決について不正確で事実に反する見出しを掲げているといいます。この誤解に対処するため、裁判所の判決は XRP と同社にとって大きな勝利であるとし、判決を下したフィリス・ハミルトン判事が訴訟における集団訴訟の申し立てを全て棄却したことをガーリングハウス氏は指摘しました。同氏はニューヨーク地方裁判所が昨年決定したように、XRP 自体は証券ではないという事実は今回の判決によって変わるものではないと強調しました。さらにハミルトン判事がリップルが XRP の提供と販売を通じて証券法に違反したという申し立てを全て却下したことをガーリングハウス氏は明らかにしました。後半が予定されている州法上の訴訟に関して、同氏はこの訴訟の唯一の原告はリップルから直接 XRP を購入していないと述べました。ガーリングハウス氏は自らの言葉を堅持、またリップルの CEO は原告が数百 XRP を取得する前に2017年に出したとされる誤解を招く発言を聞いたかどうかは確認できませんでした。同氏によると、このシナリオは個人が事実を歪曲して米国の法制度を悪用し、証券集団訴訟で数億ドルの損害賠償を求めようとする事例であると言います。それにもかかわらず、ガーリングハウス氏は誤解を招く発言とされていることを支持しており、次の裁判でそれに対処すると強調しました。文脈上、いわゆる誤解を招く発言はガーリングハウス氏が2017年にテレビのインタビューで XRP の販売について行ったコメントに関連しています。リップル CLO、 XRP の非証券ステータスは依然として有効。一方、リップルの最高法務責任者CLO のスチュアート・アルデロティ氏も、 XRP 自体は証券ではないとするアナリサ・トーレス判事の判決は依然として変わらないと明言しました。同氏はハミルトン判事がリップルの証券法違反の申し立てを全て却下し、ガーリングハウス氏の2017年の声明に関する州法上の申し立て1件のみを残したことを確認しました。この申し立てについては陪審員が間もなく判決を下す予定です。最後までご視聴くださり誠にありがとうございます。当チャンネルでは仮想通貨に関するニュースをお届けしております。よろしければチャンネル登録・高評価をお願いいたします。